自分は、まあ、業界としての現代アートとか、その、まあ、枠の中で語られるアートとは何かみたいな問いについてはあんまり興味がないので、うまく語れないかもしれないんですけど、まあ、例えばそのマルセル・デュシャンの泉から始まってる現代アートの歴史って不毛だなと思ってしまうし、うん、でも付け加えると、そのエロティシズムの作家としてのデュシャンはすごい好きなんですけど、自分はベタかもしれないけど、人間とはとか、人間にとって欲望とは何かとか、ファンタズムとは何か、エロスとは何かとか、もう孤独とは何かとか、そういう、まあ、ベタなテーマで作品を作ってきてると思います。そして、まあ、それに答えてくれそうな作品は美術じゃなくても、まあ、文学でも映画でも漫画でも何でも、ビビッと来ているし、それこそが自分にとってアートだなって、思ってます。で、まあまあそうは言っても、自分も現代アートの世界で発表してるのも確かで、その利点は、個人的な規模で制作できるからです。僕はまあ集団行動がすごい苦手なタイプなん で、美術の世界では、すごい大勢のパイに受ける必要がありません。少数の人でもいいから、濃く、そして長く、長いスパンで好きになってもらうっていうことで、やっていけるかもしれないっていう思わせてくれるのが、まあ、この業界で発表している理由なんじゃないかなっては思います。